日本茨城県つくば市上沢高エネルギー加速機研究機構つくば市消防本部北消防署国立公文書館つくば文館上沢は茨城県つくば市の大技郵便番号は300-4246つくば市の東部に位置しつくば研究学園都市研究学園地区最北端に位置する地域内は大半が高エネルギー加速機研究機構である KEK、e、などの敷地を除くと平地林が広がるのみで民家はない。北は水森、東は山木、南は王穂、西は和井と接している。1971年に高エネルギー物理学研究所が南隣の王穂町との境界にまたがって建設され、筑波町南部の42ヘクタールが建設地となった。そして1976年に 常実の区域とその周辺をもって上沢が成立した。1977年には、筑南地方広域行政事務組合消防本部、北文書が設置された。さらに1998年7月には、国立公文書館筑波文館が開館した。筑波町水森にあった、障子、上沢の名前を大技にした。市内東園を国道408号が通り、 路線バスが運行されている。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。